1950エクセルシオールユニバーサル 125CC エクセルシオールはかつて存在したイギリスのオートバイ製造会社。同社は1896年にイギリスで初めてオートバイを事業化した企業である。エクセルシオールは1874年にペニー、ファージング型自転車、ベイリスの製造会社としてコベントリーで設立されたベイリス。 トーマス &CO を起源とする。その後オートバイ製造に乗り出し、1910年に社名をエクセルシオールに変更した。当初はミネルバやデディオン、またはモーリスなどからエンジンの供給を受けていたが、やがて自社製造に踏み切った。1914年にはジャップ式 V 型に気筒エンジンの製作を始めた。この当時、エクセルシオールは、 ロシア帝国政府へもオートバイを輸出していたが、これがロシア革命によってついえ、過剰な在庫を抱えてしまった。第一次世界大戦後、同社の権利はウォーカー家が取得し、98cc から 1000cc までの多様なエンジン製作に乗り出した。それらの内多くは、ジャップ形式やビラーズエンジンだったが、850cc のコンドールエンジンも製造された。 ウォーカー家のエクセルシオールはレースにも積極的に乗り出した。その過程でアメリカ合衆国にある同盟のオートバイメーカーとの混同を避けるため自社をブリティッシュエクセルシオールと呼称した。エクセルシオールがレースで初めて成功を収めたのは B14 で臨んだ1929年のマンシマライトウェイト TT だった。そしてすぐ B14 は レースで多用されるモデルとなった。エクセルシオールは1933年の同レースを制した 250cc のメカニカル、マーベルのような小型軽量エンジンと複雑ながら高性能な車種の製作に秀でていた。循環式水冷4バルブ 250cc エンジンのマンクスマンが1935年に発売され、 同シリーズとして 350cc と 500cc が追加された。この車種を買って HGT レルスミスはマンシマライトウェイト TT やジュニア TT に出場し最高位2位を得た第二次世界大戦の特殊により 98cc の折りたたみ式オートバイコーギーが軍に売れた。これは地上への降下後の迅速な行動が取れるように落下3部隊がよく活用した。 しかし、戦後の不況期になると、税を尽くした高級車は、売れなくなり市場は安価な2ストロークオートバイを、発するように変わり、エクセルシオールの経営は苦境に陥った。ビリヤーズから2ストローク180度クランク構造を、持つ 250cc エンジンを調達し、バイキングやタリスマンを発売し、また後に 320cc ツインキャブの車種を発売するなどの対応を取ったが、 売上向工場にはあまり寄与しなかった。1964年をもってエクセルシオールはオートバイ製造から撤退し、1965年には生産された。エクセルシオールの商標は自動車部品製造業のブリタックスが買い取り、1970年代には限定車ブリタックスエクセルシオールが発売された。ありがとうございます。